はい、こんにちは、116インズです。今回はディラン・ムーアの MLB2 年目について話していきたいなと思います。当チャンネルでは昨年の4月、このディラン・ムーアの MLB1 年目の成長を振り返る動画を投稿いたしました。 MLB1 年目のムーアは初先発で3連続タイムリーエラーを喫するなど、前半戦は正直まだ MLB のレベルに達していないと個人的に感じていた選手ではあったんですが、ただムーア自身徐々に MLB に適応していきまして、後半戦は見違えるほどバッティングも良くなりましたし、またシーズン終盤フェリックス・ヘルナンデスのマリナーズ最終登板では、そのヘルナンデスを守備面で救う超スーパープレーも決めるなど、1年間で野球選手として大きく成長いたしました。そんなムーアですが、 MLB2 年目は飛躍の1年となりましたので、今回の動画ではディラン・ムーアの2年目の成長について話していきたいなと思います。はい、2年目のムーアは特に打撃の面で大きく成長を見せました。2019年 MLB1 年目は113試合で打率2割6厘、出塁率3割2厘、そして長打率3割8分9厘、9本のホームランと、まあ、前半戦と比べますと後半戦だいぶ成績の方改善したんですが、ただシーズントータルで見ますと正直いい成績とは言えないような成績となっています。これが今シーズンご覧の成績となりまして、38試合の出場ではあったんですが、打率2割5分5厘、出塁率3割5分8厘、そして長打率4割9分6厘、8本のホームランという、いや本当に同じディラン・ムーアなのかと疑ってしまうような成績を今年残しました。 OPS にしますと8割5分4厘と MLB の中でもそこそこの強打者と言ってもいいぐらいの成績となりましたので、 MLB1 年目とは全く違うバッターへと成長を遂げました。開幕当初はレギュラーではなかったんですが、ムーアが試合に出るたびに打ちまくりまして、でさらにセカンドレギュラーとして期待したシェッドロングが思いのほか結果を残せなかったため、次第にこのムーアの出場機会が増えまして、中盤以降はほぼ全試合スタメン出場するなど、自分の力で出場機会を勝ち取りました。そしてウィンズ・オブ・リプレイスメントの観点からも、ムーアはもはやチームに欠かせない存在となりました。2019年のウィンズ・オブ・リプレイスメントは 0.1 とほぼリプレイスメントレベル、まあ大体可能選手とほぼ同じレベルでプレイしたムーアだったんですが、これが2020年シーズン短縮シーズンの中でウィンズ・オブ・リプレイスメント 1.8 を叩き出しまして、これはチーム内の野手どころか全選手の中で1位ということで、昨年最もチームに貢献した選手がこのディラン・ムーアということになるんですよね。 MLB1 年目特に前半戦はまだまだ MLB のレベルに達していなかったあのムーアが、昨シーズンはチームの中で最も価値がある選手へと成長したと。この彼の成長は涙なしには見られませんし、初先発で3連続タイムリーエラーを喫した彼の姿はもはや完全に過去のものとなりましたね。この2020年のムーアの活躍は彼の努力の賜物だと思っています。ではここからは2020年のムーア、何がそんなに良かったのかを探っていきたいなと思うんですが、昨年のムーアとにかくバッティング面において強く打球を打つことができていた1年だったのかなと思っています。こちら2019年と2020年のムーアの打球に関連した成績となるんですけれども、まず注目していただきたいのはバレル率の増加というところですよね。2019年はバレル率が 6.5%、まあ、MLB の平均とほぼ同水準ぐらいだったこのムーアだったんですけれども、2020年この水準が 13.8% と割合が倍増以上になってるんですよね。長打になりやすい打球を2019年のムーアと比べて昨年のムーアは非常に多く打つことができた証なのかなと思います。またこれに伴いましてハードヒットパーセントも上昇していまして、2019年 36.1% だったものが昨年は 44.7% と8ポイント以上こちらも上昇しています。 MLB の平均が 34.9% と考えますと、この 44.7% はなかなか立派な数字だと個人的に思っています。試合を見ましてもムーアのバッティングに関してはこんなに速い打球を打てる選手だっけと思うぐらいの強い打球を今年のムーアに関しては何度も見ましたので、この打球関連の成績が大幅に改善したのも納得できるかなと思います。三振に関しては 27% と依然として多いんですが、2019年の 33% と比べますとこちらも改善傾向にありますので、ムーアのバッティングの精度に関しては本当に上がったなと感じる1年でした。で強く打っているというところもそうなんですが、昨年のムーア特に速球系にめちゃくちゃ強いなというところも非常に感じました。でこちらが2019年それから2020年の球種別のムーアの打撃成績となるんですが、ご覧の通り今年速球系に対するアプローチが抜群にいいことがわかりますよね。75打数でホームラン6本、 WOBA 4割7分2厘と速球系に対する成績が非常に良いものとなっていますし、速球系に対するエグジットベロシティ平均打球初速も 92.8 マイルと平均にしては打球のスピード随分速いですので、速球系のボールに対してかなり強く打つことができていました。
速球系の成績が良い反面、変化球に対する成績は真逆の結果となっていますが、これは変化球が打てていないというよりも、昨年のムーアがかなり速球に絞ったアプローチをしていた部分が大きかったのかなと思っています。速球系のボールに対しては、ムーア自身ある程度強く打つ自信があって、なので下手に変化球に的を絞るよりかは、速球系1本に絞ったアプローチをした方が、トータルで成績を伸ばせるという判断だったのでしょう。で、実際に成績を伸ばしたわけですから、この判断自体は間違っていなかったのかなと思っています。ただ今年これだけムーア結果を残しましたので、来シーズン以降はおそらく変化球の割合もだいぶ増えてくると思われます。変化球に対しても、速球系と同じようなアプローチ、同じように強く打てるかが、ムーアの今後の課題となりそうですね。そして先ほど説明した速球に絞ったアプローチの成果かはわかりませんが、ムーアのゾーン内の平均打球初速も大幅に向上しました。こちらが2019年それから2020年のムーアの打球初速となるんですが、特に真ん中から外角寄りのゾーンでムーアの打球初速大きく向上してますよね。で、ストライクゾーン内のスイング率自体は2019年 64.6% だったものが昨年は 57.8% とスイング自体は減っていますので、まあムーアの打席内でのアプローチとしては、狙い球の速球がおそらく真ん中から外角寄りのゾーンのボールでそこに来たらしっかりと振っていく、そうでなかったら手を出さないというアプローチを割と徹底していたのかなとこの図からちょっと思いました。コンタクト率自体は2019年から向上していますので、狙い球を絞ってかつそのボールが来たら逃さず捉えることが昨年のムーアはできていたのかなと思いました。こういった要素の積み重ねが昨年のムーアの打撃成績の大幅な向上につながったのかなと今回いろいろな成績を見て思いました。続いてムーアの守備面についても見ていきたいと思うんですが、今年はピッチャーとキャッチャー以外のポジションで守ったムーア、冒頭でも少し触れましたが、その中で一番多いのがライトとセカンドとなるんですけれども、こちらについては打撃面ほどの成長は見られませんでした。セカンド守備は平均以下かなというくらいなんですけれども、外野に関しては元々のスピードがありますので、それなりに守れているかなという印象です。ミッチ・ハニガーが来シーズンおそらく復帰しますので、来年のムーアに関してはタイ・フランス、それからシェッド・ロングラとともにセカンドのレギュラー争いに加わっていくのかなと思っていますけれども、レギュラーとしてプレーするのであれば、もう少しセカンド守備を良くしてほしいかなというところですね。ただもともとユーティリティタイプの選手ですし、どのポジションもある程度は守ることはできますので、それだけでも十分かなとは思っています。ということで MLB2 年目のシーズンにして大きく前進したムーア、昨シーズン2度の頭部支給で脳震盪での離脱もあったりと、まあ、不運な側面もあったんですけれども、シーズントータルで見れば非常に充実した1年だったのかなと思います。昨年ぐらいのバッティングができて、かつユーティリティ性能が高い選手となれば、これから勝負期を迎えるマリナーズにとって欠かせない選手になるかと思いますし、なんならマリナーズのベン・ゾブリスト的な存在にこのムーアにはぜひなってほしいなと思っています。先ほども少し触れましたが、来シーズンはセカンドのレギュラー争いに加わっていくムーア、開幕からレギュラーの座を奪い取って今年の活躍がまぐれではなかったことを証明してほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。